皆さん、こんにちは。大手まりの花子の剪定については2年前にもアップしたことがあります。枝分かれが広角で、しかも対称に枝が出ているので剪定が難しいというようなお話をしました。今回はこの木の2年後の様子をご覧いただきながら花子の剪定を復習したいと思います。2年前の剪定後の様子がこちらで、その翌年の様子がこの写真です。毎年3月中旬から下旬にかけて新芽とつぼみが確認できるようになります。あっという間に新芽が展開して、その1週間後には緑色のマリのような花が出現します。春先の植物の成長は驚くべきスピードですね。今年は去年より多くの花がつきましたけれども、木もだいぶ大きくなったので、少し小さく剪定することにしました。全体のボリュームを3分の2ぐらいにするイメージです。逆再生してみたりして、この花びらが散り始めて池に飛んでいっちゃうんでね。あ、この花がらは取るの簡単ですけどね、バラバラってこんな感じですぐ取れちゃうんですけど、すごいですね。今年はよく咲きました。大手まり、たくさん咲きました。もう終わりですね。花がら取って終わりでもいいんですけど、ついでですからね、剪定しちゃいますかね。ですね、まあ外へは伸びてもいいんですけど、今度はね、アジサイの季節になりますから、アジサイを邪魔しないようにしますかね。ここは細かいな。ちょっとごちゃごちゃしてますね。特に切ったとこからまた出ちゃうからね。こういうのをすっきりさせるにはやっぱり切り戻しなんですよね。こういうふうに切り戻すとね、これ前回切ったとこですよね。要するにここで切ったのでね、たくさんその時残ってた枝はこっちですけど、その他にもこういうのが吹いてくるんですよね。まあ吹いてからこういうふうに整理してもいいんですけど、まあこんな感じにしてもいいんですけどね。もうちょっとこのごつさは変えられないですよね。まあそれほど目立たないですけどね。で、今のとこですよね。おお、わしゃわしゃ生えていくんですよね。こういうのが結構鬱陶しくなるんで、まあ柔らかいうちは手でもいじゃってもいいんですよね。気になるところ、例えばね、こういうのはもう立ち枝になるの見えてますよね。だからまあ早めにこういうのは落としといた方が次の時楽なんですよね。これもちょっと出過ぎてるなと思ったら、切り戻しておくんですが、これはいい枝ですよね。ここにしとくかな。このぐらいね。ね、大手まりはもうどうしてもこう枝先が鈍角になっていくんでね、非常に剪定しにくいんですよね。これも苗高枝ね。このは早めに取っておきます。こういうのをこう詰め込んじゃうとちょっとね、自然らしくなくなってくるんですけど、少し止めとかないとね、
大きくなりすぎちゃいますね。これもね、交差してきてるでしょ。だからまあこの辺で逃がすとかね、あるいは元から取っちゃうとかね、処理しといた方がいいんですよ。もう高いですよね。ここでこれが残ればいいんじゃないですかね。こっちを取っちゃいますかね。枝先詰めるならこんな感じですね。こういうとこで真ん中切っちゃうとね、不自然になっちゃうんでね、こんな感じがいいですよ。下枝もちょっと出すぎてるね。ちょっと思い切り整理しますか。この枝いいですよね、比較的。ここまで行きましょうか。これね、今度アンビル式っていうんですけど、その受け場が厚いんですよね、どうしてもね。だからこういう向きで入れたい時にうまく入らないんですよね。こっちからしか切れないんで、それがちょっと不便ですけど、切れ味はすごいですよ。もうすごい楽ですよ、うん。で特にこう元の方で加えるとね、ここで加えるともすごく楽です。これはね、特に女性にはおすすめかもしれないですね。ここが広いからね、だからこのぐらい開けばいいわけだから、ちょっと握った状態からでも切れますよね。こう開けない、こんなに開かなくてもいいんでね、楽だと思います。アジサイにかぶってるんだよね。ここまでいっちゃおうかな。アジサイが解放されたかな。これはいいですよね。これダメで、これはまあまあなんです。こう切るといいですね。あれ、こういうとことかね、外へはね、ここはもう隣関係ないので、外へ自由にしてやりたいなと思いますね。とはいえちょっと立ちすぎ、カラタネオガタもね、むせ返るようなバナナのようなチューインガムのような匂いです。すごい匂い。オガタマもね、今度動画作ろうかな。こういう風に中がね、枯れちゃうんですよね。いつもちょっと難しい木です。はい、というわけで大手まりはまあこんなぐらいでいいんじゃないですかね。あー、いい匂いだ。というわけで次回はオガタマの木を取り上げてみようかと思います。ご視聴ありがとうございました。